マルコス・スザーノ、マルコス・スザーノは、ブラジル出身のパーカッショニストである。いわゆるカリオカの一人、主にパンデーロの演奏者として知られる。スザーノは、サンバに興味を持ち、14歳で初めてパンデーロを練習し、次第にショーロを演奏するようになった。その後、80年代にアクアレーラ・カリオカというバンドのパンデーロ奏者を経て、 ソロの打楽器奏者として活動するようになった。ソロ活動としては、オノリサのセレナー・タカリオカなど多くのアーティストの楽曲やアルバム、ライブに参加している。一般的にパンデイロは、ショーロやサンバ、あるいはマルシャ、コーコやエンボラーだといったブラジル北東部のリズムだけで使われる楽器とされてきた。しかし、スザーノ自身が18歳までザポリスや レッドチェッペリン、キングクリムゾンなどを聴いて育ってきたこともあり、ロックやファンクなど、ブラジル音楽以外の欧米の音楽を多彩に表現することを研究し、これらのリズムや音をパンデイロで表現できないかと研究した結果、ドラムセット並みにバリエーションが豊かで迫力のある音を生み出したことで、世界的に名声が高まった。彼のパンデイロ奏法は俗に、スザーの奏法とも言われる。 また、ブラジルのパーカッショニストは、サンバを中心として掃除て筋肉質の大柄の、いわゆるマッチョな人が多いが、スザーノはどちらかというと小柄であった。そのためスザーノは、ブラジルの有名歌手などと共演した際に、差別されたという経験があったことも語っている。彼が注目されたのは、1993年に発表されたオルヨ・デ・ペイシェイという作品である。これは、 ブラジルのミュージシャンであるレニーニの自宅スタジオにおいて、レニーニのエレキギターとスザーノのパンデイロだけによる楽曲を録音したというアルバムだったが、それまでのブラジル音楽の枠に収まらないスタイルが注目された。これが話題となり、日本でも CD が輸入されたが、売り切れが続出し、再入荷と売り切れが繰り返された。なお、この作品は後に日本版でも発売されたが、 今は廃盤となっている。1998年、当時外縁前にあった、シュハスコ料理店、サバス東京で、レニーニースザーノとして来日し、ライブを行って、以降、頻繁に日本を訪問することが多くなり、日本各地でパンデイロのワークショップや講座を不定期に行うようになった。こうした活動から、山崎正義やウルフルズのサンコンジュニアを、 はじめ、多くの日本のミュージシャンがパンデイロを練習するようになるなど、多大な影響を与えた。特に、山崎正義は、スザーノと沼沢直のライブに飛び入りして、自作曲のセロリを歌ったほか、ユニクロの CM でパンデイロを叩くシーンが映し出されるなど、その影響を多く受けたことが理解できる。また、ブラジルのスターミュージシャンをはじめとシスティングなどの、 サポートも務めている。このほかスザーノは、月刊ラティーナなどのインタビューを通じて、シコサイエンスナサウンズンビやパウリーニョ・モスカなど、ブラジルにおける最先端の音楽を日本に紹介する役割も果たした。現在は、ザブーのボーカリスト宮沢和文の新バンドである、ガンガ・ズンバの正式メンバーとして、日本国内でも、精力的に活動している。 彼の考え方として、パンデイロは、高音、中音、低音がすべて表現できる楽器で、サンバに限らずあらゆる音楽が表現できるという。また現在のボサノバが、商業主義的であり球体依然としていることを、下げすんだ発言もしている。ありがとうございます。